またインサイドですね。あ、そうですね。ここまででピッチャーの桑田君は72球です。バッターは大野。1年生ピッチャーのこの桑田が大健闘しています。バッターは尾本。セーフティーバントのピッチャーゴロ。ボールにます。この試合はまだヒットなし。打ってピッチャーの頭を越えない。ピッチャー取った桑田、スリーアウト。3回戦進出 BL 学園、7対0大分の中津工業を破りました。瞬間を繰り返すと言いますかね、見逃し三振、三球三振。これまで放ったヒット東海大一高は5本。低め、抵抗なくして自信というのは持てませんからね、はい、これなんとか塁に出るという気持ちが大事ですね。カーブです。空振り三振、試合終了。カーブ見逃し三振。ショートです。キャプテン浅山。試合終了、7対0 PL 学園決勝戦進出。池田倒れました。池田の夏春夏連覇の夢消えました。飛び出した、投げた、アウト。車庫に溺れました。ストライク。あるいはカーブを予想でもしていたのでしょうか。ストライク。ここでカーブ。5回まで76球のピッチャー桑田、冷静。三振。カーブで来ず、ストレートできました。右指を痛めました。その後マスクをかぶっているのがこの小島。ストライク。先頭バッター倒れます。ツーアウトランナー二塁三塁。レフトへ大きい当たりです。風は逆風ですが飛び込んだ。大会16号のホームラン。座り込んでしまった大谷。1年生の桑田、レフトランキーゾーン現在16号のホームラン。7対0です。おやおや、これはルール違反。中村監督が説得します。初球です。近めのシュートしてますか。まあ、ことにその昨日の高知商業戦での二塁打構成がね、すさまじかったですね、はい、非常に印象に残ります。大きい。これはレフト追わない。スタンドに入った。ツーランホームラン。桑田、水野からツーランホームラン。表情を変えない。笑っているのは中村監督。1年生の桑田、ほとんど表情を変えずホームイン。 PL3 点。大会通算27本目のホームランです。これもインコースのシュートかストレート系統の球ですね。球ですね、はい、真ん中高めの球ですが、でもこれはね、やはり思い切って振ってるでしょ。思い切りがいいんですよね。続いて桑田投手です。おめでとう。ありがとうございます。池田の打線、6回のピンチがありましたね。ノーアウトランナー一塁二塁。やっぱりね、まあ、内野ゴロね、とにかく打たして、はい、内野はもう完璧ですのでね、ゲッツーもらうということで内野ゴロ一生懸命打たせようとして、はい、そうすると3つの併殺というのは思い通りでしたね。はい、もう考えてましたね。1回にね、2アウトからポンポンとヒット2本打たれましたね、はい、あの時の一種の池田の怖さというのは感じましたね。はい、もう
ちょっとね、うん、ボロボロってきましたけど。あ、そう、あ、ブルブルってきましたか。打ったやつがね、偉いんだからね、うん、偉いやっちゃうもん。偉いやっちゃうと思った。そしてあなたがね、ホームランを打って、あれで4点目になったんでしたかね。3点、3点ですか。1、2、3、4。隅田さんがまた。あ、そうか、そうか、そうですね、3点目ですね。あの時は、全然あの笑顔を見せずに回りましたけども。はい、やっぱりね、向こうもあのよく打ちますのでね、はい、まあ、5点以上、6点、7点取ってからね、ちょっとあれ、あの冷静にね、もっと冷静にいこうと思ったらね、まだまだ4点ぐらいだったらね、ワンチャンスで返されると思ってね、あの気を引き締めてました。これはいけるぞと思ったら何回ぐらい。いや、もう最後2アウト取ってからです。あと1人っていうところで、よっしゃ、いける。あ、そう、はい、どうもありがとう。じゃあちょっと今度キャプテンのね、浅山さんに伺います。